はい、どうも、ひこぼんです。今回紹介するトミカはこちらになります。トミカナンバー135ミシュランモータースポーツトランスポーターです。ミシュランがおります。ギミックは本体取り外しと左右稼働後部パネル開閉です。材質表示、本体は亜鉛合金 ABS、MABS。 こちらに説明があります。技術は極限で磨かれる。ミシュランはモータースポーツにおけるトップブランドで、日本をはじめ世界各国で行われている様々なカテゴリーのレースにタイヤを供給し参戦しています。そのすべてはタイヤへの負荷が私たちの日常よりはるかに大きい極限の世界で磨かれた技術を市販タイヤの性能としてしっかりとフィードバックし、お客様のご使用になる製品に役立てることを目的にしています。それこそが創業当時からミシュランタイヤが大切にしているモータースポーツへの姿勢です。なんか宣伝みたいですね。では開封します。じゃん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 。紙にがっつりガードされてます。初めての感じです。おそらく。では開きます。じゃんじゃん。おお、ミシュランさんがお出迎えです。あ、ここにも紙が入ってます。車体名がないですね。調べたらどうやら外国のトラックをモデルにしているようです。ただね、車両名書いてないので、おそらくモデルにしただけです。ところどころ変えてると思います。で、ここシールじゃないのがいいですね。油断するとシールになりますからね。やっぱりこの剥がれない感じがいいです。ああ、この面が印刷多いんで紙にガードしてるんですね。ビニールだとおそらくくっついて剥がれちゃうんだと思います。ちっちゃいミシュランがここにいます。いや、よく見つけたね。中を覗いてみます。ハンドルはなさそうですね。シートだけあります。こういうところね、省略しないでほしいんですけどね。絵柄はこっちと同じです。ちょっとね、この紺色のデザインがちょっと違います。こっちに深く入り込んでます。で、ギミック、後部ドア開閉。そこにスロープとか出たらよかったんですけどね。ちっちゃい車なら乗ります。パダンパダン。中はこんな感じです。で、
本体が取り外せます。こんな感じです。本体の塗装はね、このライトだけです。この黒が入ってるとまた印象違うんですけどね。やはりこれもまたミシュランへのライセンス料が高いんでしょうか。というわけで今回紹介したのはミシュランモータースポーツトランスポーターでした。